働きの山深く人知れずもののけを狩る影があった。その名は甲賀戦士忍者川。忍者川はかつて戦国の世の甲賀忍者であった。その頃の名を月影という。月影は戦いの最中、許嫁の夢を強大な敵に奪われた。月影は夢を救うため人知を超えた力を手に入れようとする。もののけ赤舞の下で妖術を学び、やがて異次元阿修羅場の存在を突き止める。そこで月影は人間を捨て忍者川となったのだ。しかしこの世界に戻った時、時は数百年が過ぎていた。忍者川に残ったものはもののけの姿と力だけだった。夢の人生の壮絶な結末を知り打ちひしがれる忍者川。それでも立ち上がり決意する。現代の人間たちを、夢や仲間たちのことを思い守ることを。時空を超えた純愛に生きるもののけヒーロー。忍者川を待ち受けるのは戦いと死のみか、それとも新章スタート。 BBC のどこかで忍びて続く。